吉見です。お疲れ様です。ここのところですね、この動画ちょっと滞りがちです、完璧主義は手放してっていうことで、できるだけ自分にプレッシャーをかけないようにしてるんですけども、まあ、季節の変動とかもねありましてですね、お家帰ったらパターンキューって寝てしまってなかなか撮れてません。実はこの動画帰ってからすぐ撮るようにしてるんですけども、なかなかね、その日の気分によってうまくいかなかったりすることがあります。でもそんな自分もいるよね。そうそう、そんな自分もある。そんな風に受け入れながらやっていこうと思っています。今までですと、そんな自分を見つけてですね、ダメじゃない、ちゃんとやんなきゃって自分の中で自分を責めてたりしたんですよね。まあ、自分のことを自分で責めるっていうことで20代30代ずっと突っ走ってきて、だからこそ頑張るっていうことで、自分に知った激励をしながらスキルを伸ばしてきた、仕事をできるようになってきたっていう部分もありますけどですね、自分を責めてばっかりだと疲弊しちゃうんですね。もうね、40代以上と言いますか、まあ、大人になった方々はですね、そんな自分を受け入れながら、そして自分をいたわりながら、そんな自分もいるよね、でも本当にしたいことは何だったっけ、そうだよね、じゃあもう一回チャレンジしよう、そんなことを毎日でもいいから繰り返しながら、毎日ちょっとずつちょっとずつ進めていけたらというふうに思っています。この動画も80回を超えて、まあ、まずは100回を目標としていますけども、できればさらにその上の自分を目指しているので、続けていきたいなというふうに思います。そして皆さんの温かい、目があると私とっても嬉しいので、今後もよろしくお願いします。ということで、夢に向かって一歩一歩、大きい一歩じゃなくてちっちゃい一歩一歩を踏みながらやっていきたいと思います。ではまた。